京阪式アクセント。京阪式アクセントとは、京都市、大阪市を中心に、近畿地方や四国地方などに分布する日本語のアクセントである。高衆アクセント及び第一種アクセントとも称する。東京式アクセントでは、ピッチの下がり目のみが弁別されるのに対し、京阪式では、五島のピッチが高い、高期式か低い、低期式かも区別する。 最終的に区別されるアクセントの方、種類も、東京式よりも京阪式の方が多い。例えば、シルとシロは、東京式では共に、ルが、ロが、となって、同じアクセントだが、京阪式ではそれぞれ、シル、シ、シガ、となって異なる。東京式と違って、京阪式では、中国、中国や、小日のように超音や発音にもアクセントが来る。 アクセントのパターンの多さから他のアクセント話者が京阪式を習得するのは難しいされる。同じ京阪式でも個々の単語、表現によって世代、地域、個人ごとに細かな違いがある。例として、私鉄と地下鉄、地下鉄、おさんと、疑音、行お鬼と、大に、大阪、神戸の食べしたに対して、京都のました、東京、食べました。 東京などがある。京阪式及びその編集アクセントは、おおむね北陸地方、近畿地方、四国地方を結ぶ、やや傾いた南北の帯状に分布し、東京式によってその東西を挟まれている。近畿地方では、三重県伊勢、桑名市旧長島町及び木曽崎町除く、島、伊賀、滋賀県、湖北除く、奈良県北部、京都府南部、 大阪府全域、和歌山県のほとんど、兵庫県南部が、京阪式アクセントである。近畿地方周辺では、福井県若狭地方、岐阜県揖斐川町の一部、旧坂内村、藤橋村、久世村でも京阪式が用いられる。四国地方では、徳島県東部から、高知県東部、中部、山間部のぞくにかけてまとまって、京阪式が分布するほか、愛媛県中予地方、 東予地方の一部にも分布する。京阪式使用地域の周辺部には、京阪式の様々な編集アクセントが分布している。編集アクセントのうち、四国の香川県周辺で用いられるアクセントを、さぬき式アクセントといい、これは、早い時期、中世以前に、京阪式から分岐して、独自に発展したものと考えられている。また、 石川県の都半島の一部や三重県南部の熊野市、大和市などの方言も京阪式に近いアクセントであ、東京式分布地域との干渉地域、滋賀県長浜市から岐阜県樽井町付近、京都府中丹、兵庫県張間北部、西部や四国山地、福井県の一部、富山県などのアクセントは、下がり目の位置は京阪式に近いものの、高期式と低期式特別がなく、 これを、たるい式アクセントという。軽半式アクセントは、五等が高い、高期式か低い、低期式かを区別し、さらに何拍目で下がるかを区別するアクセントである。下がり目の直前の拍を、アクセント角、下げ角という。アクセント角をで表し、高期式を H で、低期式を L で表すと、鼻は H、下がり目なし、と、音は H で、あえ、雨は L である。 目は、白内で加工する。後期式は、後頭が高く、後頭から下げ角まで平らに発音される。下げ角がなければ五末まで平ら。定期式は、後頭が低く、後頭以降は、音が上昇する性質がある。この点を重視して、後期式を、平進む式、定期式を、上昇式と呼ぶ場合もある。定期式での上昇の仕方には、地域差がある、口実。 京阪式アクセントの地域では一泊後は超音化する傾向がある。そのため、か、あ、め木木曜日のように、助詞をつけなくても三つのアクセントの型、パターンを区別できる。助詞がついた場合も超音化することが多いが、超音化しない場合は、が、き、のようになる。また、二拍名詞でも定期式でアクセント格のない型エルイと最後の白に格のある型。 LA では、後者に白内の加工があることで、助詞をつけずに区別することができる。一泊後には、H, H, L の三種類の型がある。また二泊後には、H, H, L, L の四種類の型がある。H, H のような、後期式で末尾に、アクセント格がある方は、理論上はあり得るが現実にはほとんど該当語がない。大阪のアクセント、定期式は、 下,下角和で示している。下の表は、各類ごとの京都市と高知市のアクセント、高齢層をまとめたものである。類とは、平安時代末の京都でのアクセントの区別に従って、単語を分類したもので、現在ではいくつかの類が統合している。例えば、二拍名詞の二類、音、川などは、平安時代には、皇帝型だったのに対し、三類、字、ものなどは、 平安時代には定定型で、両者は異なるアクセントだったが、現代ではどちらも皇帝型になっている。京都などでは2拍目に、白内加工がある。京阪式アクセント内でも地域による違いがあり、高知県中、東部、山間部の族や和歌山県中南部、田辺市付近、徳島県東部では、室町時代から江戸時代の京都アクセントに近いものが残っている。 一定期式の語は、五頭から始まりアクセント角まで続く、緩やかな音の上昇がある。軽半身など、近畿大部分では、この緩やかな上昇の後、下げ角の直前に、大幅な上昇があり、かまりのように、アクセント角のみが高いと言っても良いような発音である。アクセント角がない場合、うさ、うさぎのように分節末の直前に、大幅な上昇があり、 後続分節が好奇式の場合は、うさぎがるのように、分節協会で大幅な上昇がある。これに対し、徳島県東南部や和歌山県九龍神村では、うさのように緩やかな上昇の後3拍目の直前に、大幅な上るがある。また、高知県中、東部、山間部の族や和歌山県田辺市付近、兵庫県張間中部では、うのように2拍目の前に、大幅な上昇がある。 このような二拍目から上がるアクセントは室町時代の京都アクセントに一致する。ただしこのような上昇位置の違いは音韻論的なものではなく、弁別されるのはあくまで高期式か低期式かとアクセント格の位置である。動詞や形容詞のアクセントは上表に示した京都と同様のものが京半身など近畿大部分に分布している。これに対し、 高知市や徳島県東南部、和歌山県九龍神村などでは、三白形容詞の一類が異形、三白同詞の二類が極、切る型である。これは古い時代の京都アクセントが残ったものである。三白同詞では一段活用よりも五段活用の方が古いものが広く分布しており、五段活用での極型は松山市や徳島市、淡路島、和歌山県田辺市、 串本町などにも残っている。また、和歌山市では、極型の両方を用いている。三白形容詞一類は、徳島市で、海型で、和歌山市では貝、海、伊型の両方を用いている。また、三重県伊勢、島では三白一段同士二類を、おる方に言う。名詞では、京都府南部、滋賀県大部、奈良県北部、三重県北部、福井県若狭では、 H 型がほとんどなく、三白名詞の2.4類は玉型になっているが、大阪市など、その他の地域では真型である。また、福井県若狭では L 型がなく、三白名詞6類は型である。奈良時代以前に、京半式アクセントが、いつどのように成立したかは明らかでないが、中国語に見られるような成長、曲線成長に由来するとする見方がある。 平安時代後期の辞書、類寿名義賞や室町時代のアクセントを記した、補え忘れ記などによって、長く都であった、京都のアクセントは、平安時代から、その変遷をたどることができる、右表。括弧内は女子。ただし、をつけた類については、平安時代には、女子は高く発音される傾向が強かった。弧は、白内の加工。平安末、鎌倉の動詞。 形容詞は、連体形のアクセント。平安時代の京都アクセントは、今よりも型の種類の多い複雑な体系を持っていた。例えば一泊名詞は一類が、高型、二類が、高型、三類が、低型、四類が、上る型という四つの型があり、二泊名詞は、一類が、高高型、二類が、高低型、三類が、低低型、四類が、低高型、五類が、 低高型であったほか、ごく少数の5位が所属する型として、6類が高高型、7類が高低型、8類が低登る型、9類が上る高型、10類が上り低という10種類の型を持っていた。上るは、白内の上昇。三拍名詞は1類が高高高型、2類が高高低型、3類が高低低型、4類が低低低型、 五類が低低高型、六類が低高高型、七類が低高低型であったほか、ごく少数の五位が低低高型や、上り低低型だった。このようなアクセント体系は、時代を下るごとに変化し、単純化していった。まず平安時代から鎌倉時代に入る間には、白内上昇を持つ方が亡くなり、一泊名詞では四類、上るが一類、高に合流し、 二拍名詞では六類、高高型と九類、上高型は一類、高高型に十類、上り低型と七類、高低型は二類、高低型に八類、低上る型は四類、低高型にそれぞれ合流した。この後、鎌倉時代から室町時代に入る間には、低い拍が五頭から二拍以上続く後に変化が起こり、アクセント体系が大きく変わった。 すなわち、定定型、二拍名詞三類が皇定型になり、定定定型、三拍名詞四類が、高皇定型に、定定高型、三拍名詞五類、三拍動詞二類が、皇定定型に、定定高型、三拍形容詞二類が、皇定定型になった。この結果、室町時代のアクセントでは一拍目が低ければ二拍目が、必ず高くならなければならなくなった。 現代でも高知市や田辺市では、このような室町時代のアクセント体系を残している。江戸時代の京都アクセントは、室町時代とあまり変わらないが、定期式の語の上がり目が交代している。すなわち、室町時代に低高校型だったものが、低低校型になり、低校高,高高型は、低低高校型になっていた。 このようなアクセント体系は、現代でも徳島県東南部や和歌山県、旧龍神村に残っている。さらに、幕末から明治にかけて、京阪を中心とする近畿中央部ではアクセントが大きく変容し、三拍形容詞一類が高校庭型から高低低型になり、三拍動詞二類が五段活用のものは高低、低型から高高高,高型に、 一段活用のものは皇帝、帝型から帝帝高型に変化した。同じ時期に京都では三泊名詞の2.4類も高高帝型から皇帝帝型になったが大阪などでは高高帝型を維持した。また近畿大部分で帝帝皇高型は帝帝帝公型になった。このような京都アクセントの変遷や現代の日本各地のアクセントの比較から 古代の京都アクセントに近いアクセント体系がすべての日本語アクセントの素であり、各地のアクセントはこれが変化して生まれたものとする説が有力である。近代地春彦は類寿名二章に記録されたようなアクセントが発話時の負担の軽減と発音の明瞭化のために日本各地で同じような変化を起こして東京式を生じたと考えた。また奥村光雄は 漢語にも東京式と京阪式の間で和語と同じような対応関係があることから、両者の分岐時期を平安時代以降と推定した。一方、山口浮弘は、もともと無アクセントだった地方が中央の京阪式に近づこうとして変換作用によって東京式を生じたとする説を唱えている。平安時代の京都アクセントでは二白名詞の二類と三類にアクセントの区別があったが、 現代では区別を失っている。ところが、現代の東北北部や香川県、九州などでは、この二類と三類の区別を保っており、例えば、東北北部や大分県などの外輪東京式では二類は小型、尾形、三類は、もが型である。このことが、古い京都アクセントのようなアクセント体系が変化して、全国のアクセントができたとする根拠の一つになっている。 古い京都アクセントでは2拍名詞に1類から5類までの区別があった各地でいくつかの類が統合して、アクセントの区別がなくなった。現代の京阪式では2類と3類が統合して1類、23類、4類、5類という区別体系になっており、外輪東京式では12類、3類、45類というように統合し、関東西部、名古屋市、 中国大部分などのうちは、中林東京式では1類、23類、45類となっている。現在では、いずれの地域でもアクセントの簡略化と共通語化が進んでいる。特に大きな変化は、二拍名詞での4類と5類の統合である。4類、5類の区別を失い、東京式の影響によるもので、使用頻度の高い、何、いつや特殊博のある。 感などを除き、五類では二拍目の白内加工が消滅して四類化し、四類では助詞がつく、際のアクセント型が五類化しつつある。例、あえ、あが、う、海、あ、あが、う、うが、雨、海。アクセント格を東京式アクセントと合わせようとする傾向もあり、例えば、人が、あれが、は、京阪式では本来、人が、レがと発音するが、東京式の、き、 あに影響されて、と発音する人が増えている。の、間の踏切など、日常での使用頻度が低い漢語で、特に顕著である。簡略化では、た、した、あた、明日のような高期式三拍語における二拍目での、アクセント格の消滅。京都周辺では、幕末からすでに、頭高型に、いこう、き、か、ぎっちょのような定期式三拍語における三拍目での、 アクセント格の消滅、な、かった、な、なた、ない、なかったのような動詞、形容詞の活用形アクセントの位置などが挙げられる。京半身のアクセントには、手火のように、三拍語の省略語は低工低に発音するという傾向があるが、現在その傾向がますます強まっている。若年層においては、従来平板型に発音されてきた三拍及び四拍、小松が、 発音、超音、連母音のものに限るの省略語でも二拍目にアクセント格を置く傾向があり、例えば、卒論は、卒論だと、親父風、ソロンだと、若者っぽいと認識されている。窓、マクドナルドや、パリ、茶語、中国語、ゼコン、ゼミコンパなど、若年層で新しく生まれた三拍、四拍の省略語は、ほとんど二拍目にアクセント格が置かれる。 以上は、京半身を中心とする近畿中央部での変化であり、その他の地域ではまた異なる変化が見られる。例えば、石川県珠洲市の若年層では、二拍名詞において、四類と五類ではなく 2. 三類と五類の統合が起こっている。比較的古い時代の京半式アクセントを残していた地域でも、近年は、京半身のアクセントに近づく傾向がある。 徳島市での三拍同士二類のアクセントは、高年層では、切る、丸型が優勢であるが、若年層のほとんどが軽半身と同じ、置き、型になっている。高知市の若年層、1978年時点でも、二拍、名詞四類で、う型だけでなく、海型、三拍形容詞一類で、い型だけでなく、貝型が現れている。新興住宅地や都市部などでは、 後期式と定期式の区別を失って、タルイ式アクセントに近くなっているものや、共通語のアクセントとほとんど変わりないアクセントを用いるものも現れている。また、元来、東京式アクセント使用地域に隣接していた松山市では、若年層のほとんどがタルイ式に移行している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。